今回の北九州市長選挙が注目されたのは、4月に行われる統一地方選挙の前哨戦であるという点と、保守分裂となり自民党の中において大きな力を持っている2人の政治家のいわゆる代理戦争であるという側面が注目されました。一つ目の点については、北九州市が市政から60年をちょうど迎える2月、統一地方選挙から見ると約2ヶ月前になります。この北九州市の市長選挙の趨勢が統一地方選挙、さらには年内にも行われると言われている解散総選挙への影響が注目されたためです。二つ目の保守分裂という点においては、当初津森さんの立候補に対して自民党県議団の中からも立候補を考えている方がいらっしゃいました。自民党の福岡県連の中において話し合いが行われ、最終的にはその県議の方は立候補を取りやめられました。しかしそういった水面下での話し合いを古い談合政治と捉える考え方も根強くありました。一番最初に北九州市長選挙への立候補を表明したのは竹内さんです。その竹内さんは今回徹底した草の根選挙を展開しました。これが今回の選挙戦を制した勝因ではありますが、一方で組織に頼った選挙手法が今や通用しなくなっている現実も突きつけたように思います。これまで国政選挙も地方の選挙も様々な団体が組織的にその候補者を応援する選挙手法が主流でした。今回の北九州市長選挙も津森さんが展開したやり方はその組織型選挙です。一方で竹内さんは草の根の市民の声を発信していく、そういった草の根型の選挙を展開しました。私が北九州市を取材した際に、4人の候補者のうち3名の候補者は小倉北区、小倉南区といった北九州市の中心地域に選挙運動を展開していました。竹内さんは若松区、そして八幡東区、西区の住宅地域にも積極的に活動を展開し、その活動行動の位置情報をインターネット上に公開して、今竹内さんがどのあたりで街頭演説などを行っているかという情報が誰でも分かるように公開していました。このことが多くの市民の心にどういう活動を展開しているかという情報公開をすることによって、市長選に対して関心を少なからず高めた部分はあったと思います。今回全国的にも注目された北九州市長選挙でしたが、蓋を開けてみれば結果は、投票率は前回よりは上回ったものの、北足
市長が当選した2007年の選挙、今から16年前の市長選挙の投票率に比べて大きくその投票率は下がりました。2007年は当時自民党政権でした。北橋市長は民主党の衆議院議員として当時の民主党、社民党、国民新党の3党の推薦を受け初当選しました。その際の投票率は 56.57%。 それ以降前回まで3回連続の選挙において過去最低を更新してきています。今回の投票率は 38.50%、 前回の 33.48% よりも 5.02 ポイント上昇しています。約16年ぶりに市長の交代となった今回の選挙には新人の4人が立候補し、多くの有権者の関心が高まったのは間違いありません。しかし北橋健司市長が初当選した2007年は与野党が激突し、投票率は 56.57% あったわけですから、多くの市民が実際には投票に行かなかったことになります。本来低投票率であれば組織型選挙に有利であると言われます。しかし今回組織に頼らない竹内さんが勝利した、これは一体どういう背景があるのでしょうか。九州大学の政治学の専門家で聖テルシサ教授という方がいらっしゃいます。この聖教授の書かれている論文などを読みますと、これまで日本の社会は学校や地域社会、さまざまな NPO 団体など、そういったもの、いわゆる中間団体が大きく社会を支えていたといいます。その中間団体が小泉政権の改革以降どん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 弱体化している。これまで国政選挙も地方選挙も、例えば自民党であれば農協、医師会、建設業協会といったいわゆる職能団体が支えてきました。野党の選挙においても労働組合が大きな役割を果たしてきました。その職能団体も労働組合も今回の北九州市長選挙においてあまり積極的に活動した形跡が見られません。これはそういった中間団体の弱体化が顕著に現れた結果ではないかなとも言えるわけです。問題はそういった低投票率の状況が続けば、近い将来この日本においても独裁的な政治に道を切り開いてしまう恐れがあるわけです。それは民主政治にとっての大きな危機となります。やはり国民一人一人が、市民一人一人が選挙に行く、このことを通じて民主主義は守られていくのではないでしょうか。今回市長に当選した竹内和久さんの
支持者の一人で、元北九州市の職員、そしてバナナ姫の愛称で知られている現職の市議会議員の井上純子さんが、竹内さんの総決起集会で興味深いことを言っていました。それは、北九州市はオワコンであると、友達や兄弟から言われたと。インターネットのスラングで、オワコンというのは終わったコンテンツと、もう北九州市はもう町として死んでるんだと、終わったんだというふうに見られていると。そういったマイナスイメージが今北九州市を覆っていると。だから成長できないという指摘でした。このことはかなり大きな意味を持っているのではないかなと思います。これから竹内さんが市長に就任してどのような姿勢を目指していくのか、60年目からの北九州市政をどう描いていくのか、このことが一番北九州市の市民にとって重要なことであり、私たちもしっかりと見守っていかなければならないのではないかと思います。